開幕から4連勝と絶好調のカープですが、広島の街もカープの勢いとともに盛り上がっています。広島駅から続くカープロードです。地元開幕戦を待ちわびたファンが続々と球場へと向かっていきます。地元開幕戦の1時間前、マツダスタジアムに向かうファンの列ができていました。去年と一昨年はコロナ感染対策で観客の数を制限、最大でも定員の5割に当たるおよそ1万6000人としていました。今年は制限なしでおよそ3万席のチケットを販売、賑やかな地元開幕戦が戻ってきました。ワクワクですね。満員、真っ赤になって応援させていただくのはいいことだと思いますよ。今年は勝ってほしいなって。久しぶりに行けるのですごい楽しみにしてます。しっかり対策しながら、はい、応援したいと思います。カープロード沿いにある焼肉店には弁当を求める人たちが途切れることなく次々と訪れていました。ホッとしてる感じですね。用意した弁当は入場制限を行っていた去年の地元開幕戦の2倍です。コロナ禍でダメージを受けた売り上げの回復に期待が高まります。はい、どうもありがとうございました。そらもう嬉しいですね。やっぱし賑わいがないとやっぱしね、カープが始まったっていうのが実感できないんで、久しぶりに満員で、ね、お客様を迎えるんで、今スタッフももう慌ててると思うんですけども、はい、ありがとう。頑張りいきます。こちらはコロナ禍が始まったおととし2月にオープンしたカフェです。オープン後初めて迎えた入場制限のないカープ戦、想定以上の混雑に驚きを隠せません。ビールもかなり、この結構寒かったらあまり出なかったりするんですけど、やっぱりこう風が冷たくてもかなりの出数出てるので、満員のマツダスタジアムが僕らも初めてなので、一緒になって盛り上がっていけたらいいなって思います。カープは開幕から4連勝、快進撃にファンや飲食店の期待も高まります。